算されることによってどうなるか。でもなんだこれ、どうですか、どちらかというとそのマッチは見てた感じ、特に大変なことになってるけど、どうっていうのはあまり序盤とかね、中盤さっきのクイズのところ、ね、なんかめちゃめちゃ荒らされてるけど、派手にはまあ動いてなかったりで、まあ、なんか URL が漏れてるっぽくて、とは思ってますね、全体的に。これだから難しいのは目の前のめちゃめちゃ荒れてるけど、トータルで今日は勝ちに行って好きなものを取りに行くのかっていう考えもできるので、両方取りに行ってアブハチとは、ね、ここねもう2頭追うものはもう1頭ふうこちゃんが言われてもらした、ね、しかもなんかなるほど、ごめん俺も普通に映しちゃったから俺もあれかも、これ俺も多分映しちゃったんだよ、ブラウザのところだ本当に発音が良かったり、なるほどなるほど、やべえ何も気にしなかったけど全然入れんだそれ、ね、確かに確かにそこの部分だ、そりゃそっか、何人もいます配信者多分ほぼでできたりします、どういうことですか、ほぼじゃない、シンプルに今日の天気は曇りのち雨でしたみたいな、映っちゃうもんな、だってちゃんと知らないと OBS 側で、ね、そうだよ ね、 だよね、このスタジオはそれに読めばいいんですか、ね、想像で、はい、どうしようかなこれ、ってこう辛くなっちゃうので、うんうん、イヤホンで済ましてるんですよ、ただまあ聞く分でバッテリー稼働も低くってことはまあ持ち歩いてるスマホとか皆様大変申し訳ございません、クイズは中止になります、いいですねこれ、いやこれはさあ気になるお値段の発表です、事前に URL くれてたら対応できたけどな、大変申し訳ありませんでした、僕映しちゃいました、絶対出しちゃった人多いよ、バープロワイヤレスが5,980円となっています、今回のイベント限定で楽天市場にて 10% オフクーポンを配布しました、ね、そりゃそうだよね、プロミニワイヤレスが35,262円、そしてアクティスノバプロワイヤレスが45,882円となります、さらに、現在、玉転がし参戦でもいいですよね、ねえ、はい、申し訳ないけど笑っちゃうわこのチャット欄も、すごいんですか、私今10倍になってますんでね、流れまくってるって言うと、すごいな、すごい、スティールシリーズでは先月から楽天市場出店になっておりますので、ぜひ皆様、販売のページも確認してみてください、購入ページに関しては画面上の QR コードでいただくか、まあ、クイズ中止なら見に行っていいかな、これなら中止で、そうだね、それに行っていいと思う、そうなったらやっぱ価値が見といた方がいい、見といた方がいいですよね、これね、1回ぐらい見といた方がいい、1回ぐらい見とこう、期間できるのってやっぱ少ないので、うん、まあ結構ね、あの海外の競技戦、さっきなんかの CM みたいな、TSM っていうね、はいはい、あのエイペックスの最高峰、もう関係ないけどね、ですからそういうやっぱりチームメイトたちも使ってるってことはかなり気になりますね、ありがとうございます、さあそれでは大変ながらお待たせいたしました、まずは先ほどのマッチワンの結果が出たというちゃんと決まってる、こちらです、さあマッチワンの最終結果は7ポイントをもらえてるじゃん、史上最強伝説がチャンピオンを取りました、キル数4だったということで19ポイントを獲得ですさらに2位に入ったのはどうしても美味しい肉が欲しいということで京一郎さんのいるチーム、ここが17ポイント、ここ5キルでした、なんで地上最強伝説これキル上限まで取れなかったんですね、やっぱ、はい、まあ、これは全体としてはあの、ね、ちょっとおかしかったんだね、終わってるこのチャット欄、チャット欄終わってるでしょ、チャット欄もう終わってるでしょやばいんだよね、チームも並んで、やっぱ間違いだったか、以下ご覧のような成績、あれ持ってました、生存7、生存7のキル1になってたな、うん、さあそれではマッチ2の時間近づいてきました、うん、ゲームのコーナーです、清水さん